るかもしれません。それはまあじゃあまた賠償の額の決め方のところでご議論いただくとして、まあ、考え方としては中間指針で賠償されなかった期間について賠償するということについてはご異論がないということでよろしいでしょうか。それでは今度そのブラッケットの中でございますが、でこれはその避難指示等対象区域内に居住していたものであって、で、まあ、避難した結果その避難先が本当に自主的な避難対象区域内に、当たったという場合に、こういう人たちについては、賠償するのかどうかという問題で、まああのまあ、一見すると重複して、賠償するようにも見えますけれども、中間指針によって、賠償するのは、自分のその住んでいた場所を離れて自分の生活の基盤のない、よその場所で暮らさなくてはいけないことによる不便と、そういうものが中心であるというふうに考えてまいりましたので、しかしまあ今回の自主避難等に対する自主避難等に対する賠償というのは、まあ、生活の不便というよりは、まあ、先ほどあの説明もありましたけれども、まあ低放射線低放射線量ではあっても、そういうものに対する不安であるといったものが、まあ、中心になっている賠償ですので、賠償の中身が違うので、まあ、重複して賠償してもおかしくはないのではないかという、まあ、前回ご議論があの多数であったと思います。ただそれに対してはあのご異論もありまして、そこでこれ中島委員のこれちょっとご紹介いたしましょうか。それではあの中島委員からは、3点意見をいただいてもございますが、その1点目がですね、読み上げさせていただきます。中間指針ですでにその精神的損害を賠償されている者について、中間指針追放の賠償対象者に該当する場合に指針と追放の重複の賠償を認めるべきかについてということで、東京電力が指針に基づく精神的損害について7ヶ月目以降も減額せず従前の賠償額の支払いをするのであれば重複の賠償を認める必要はないと考える。指針の精神的損害の根拠は避難先の不便に重点が置かれており、追放の損害の根拠である低線量被曝の健康への不安とは性質が異なることから、重複して支払うべきであるとの考え方もありうると思われる。しかし、すでに賠償対象として東京電力が把握している者について、その内訳を指針による精神損害と追放による精神損害に仕分けした上で証明手続きをさせることは、追放の賠償対象者が膨大であることに照らすと、賠償手続きに支障をきたし、かえって他の賠償対象者の救済が遅れる恐れがあると思われる。理論的にも指針の賠償の対象者の精神的苦痛の性質は現時点では先の目処の立たないことの不安に変化していると考えられ、追放の賠償対象者の精神的損害と同じ性質のものと解することもできなくはない。以上の観点から上記問題については重複支払いは避けた方が実際的であると考えるということでございます。これ2は今また後でということで、またその議論の時にいたしましょう。では今 の, あの中島委員もあの前回もご発言がありましたけれども、重複して賠償していいかどうかについてのご意見を改めてあのまとめたものだというふうに理解しております。これについて、ご意見があればお願いしたいと思いますが。はい、あどうぞごめんなさい、ね、お疲れ。あの前回もあの議論があったところかと思いますけれども、あのこの審査会において出した指針に関してはあの今と変更してませんので、あの東京電力がこういうふうにお知らせになるのはあの全くいいと思うんですけれども、あのこれから出す指針との関係ではあの従来の指針をおそらく変えたいのであれば、あの従来の指針を前提にして議論せざるを得ないのかなというふうに、考えております。はい、じゃ高橋さん。私はあの精神的損害について、
重複してですねお話しするのはどうかという考え方を常々持ってきたわけですが、まあ、やはり子どもや妊婦の方について、まあ、かなりご不安があって、その不安というのはやっぱりかなり違うものであると、いうことになれば、まあ、これはやはりですね性格上別個お話しせざるを得ないんじゃないかなというふうにまあ思って、まあ、考えを変えたわけです。で、まあ、今の大塚委員と同じで、まだ指針が変えてない段階で正式に指針を変えるなら、まあ、別なんですが、今の考え方に基づいて整理した上で、いわゆる当事者の方がそれを踏まえてどういうふうなお知らせを払うかとされるかというのは、まあ、当事者にお任せするべきお話だと思いますので、まあ、我々としては今までの考え方に至った上でそれなりの我々の考え方をお示しして、あとは東京電力と当事者の方にしっかりそれを踏まえて実際の払い方をお考えいただくというのがいいのではないかと思います。以上です。はい、他の委員はいかがでしょうか。これ中島委員が賠償の支払い事務が滞るんではないかということをちょっと触れられてたけども、ちょっと必ずしもその意味はよく分かりませんでしたが、仮に重複の賠償を認めても、その重複賠償が認められることになる避難指示と退職域から避難してきた人たちについて、実費で賠償を認めるわけではないので、おそらく一定のもう決まった金額を賠償するだけですので、まあ、そういう意味ではそんな手続きが滞るってことはないのだろうっていうふうに聞いてて思いましたけれども、それから東電が5万円に減額しないで賠償するということの関係については今お二人の委員がご発言されました、ということでこの委員会としては、多数のご意見は、重複して賠償するということで構わないというふうに理解してよろしいでしょうか。はい、どうぞ。お疲れ。高橋委員が意見変えていただいて大変良かったと思いますが、ありがたかったと思いますけど、前回もちょっと事務局にも伺ったように、もしその避難指示をされた区域からその自主的避難等対象区域に移るのが完全にその自由なことであればですね、どこに移るかってことが完全自由であれば、その重複の賠償をしなくていいということになるかもしれませんけど、そこの自由度は必ずしも高くないというご説明でしたので、その観点からも重複賠償していいのではないかと思っております。まあ、賠償していいということの理由付けのあたりは各委員でもとって微妙に違うんだと思いますけれども、まあ、結論として、賠償していいだろうということであれば、この委員会としてはそういうふうに決めたいと思いますが、よろしいでしょうか。ではそういう方向で、そういうことにしたいと思います。でちょっと4ページの記載をちょっと改めてもう一回注意喚起をしたいと思いますが、このブラケットの中ですが、並びに子ども妊婦が自主的避難等の対象区域内に避難して、滞在した期間、はやはり賠償の対象になると。でこの期間のところの後に括弧書きで本件事故発生当初の時期を除くというふうにございます。でこれはちょっと分かりにくいと思いますが、これは例えば避難区域から避難されてきた方の、あるいは屋内準備区域でもいいんですが、屋内退避区域でもいいんです、当初は何でしょうか、当初の状況における避難は、まあ、ある意味で今回のその追放でもって、まあ、今回の追放は、まあ、当初とそれから周期まで全体の賠償を認めますけれども、まあ、二類型があるということで当初の時期は、情報も、あまり十分でない中でもって、どういう爆発が起きるかわからないと、まあ、そういう不安を中心とした賠償がなされるんだと、まあ、具体的にどこの時期までということは決めませんけれども、そういうものが中心になって、で一定量放射線量についての、まあ、情報があると、まあ、今度は少し性質が変わってきて、そういった
占領に対する被爆への不満、不安といったものが要素としては中心になってくると、そういう整理をしてますが、その当初の部分についてはおそらくこの中間指針で賠償対象になっている人たちが受けた賠償というのと、それから今これから自主的避難の対象者について、その初期分として考える賠償というものがかなり性質が似通っているので、そこでこの部分だけは除いたらどうかということでございます。具体的に言いますと、期間はしかしあんまりはっきりいたしませんけれども、そうじゃないな、避難、必ずしもちょっとこの屋内退避の人については4月何日でしたっけ、4月22日でございますが、ここは特に全体対象しておりませんので、そういう意味では4月22日とかっていうですね、仮にした期間には必ずしもならないですね。大雑把な話ですね。ちょっとそういうものを考慮して最終的に金額を決めるということで、具体的にいつまでということまではここで言う必要はないわけですけれども、初期部分についてはとにかく今回の、賠償の考え方と、あるいはその下でなされる賠償と、中間指針の下で、初期部分について、3月、4月ぐらいですかね、についての賠償というのは、性質が似ているので、ここだけはちょっと重複が目立ちすぎるので、これは向上したらどうかという考え方でございます。あるいはちょっと私の説明がごたごたして分かりにくかったかもしれませんけども、いかがでしょうか。はい、お使いよろしいですか。理論的に一番いろいろ詰めておられるので、構わないと思いますけど、構わないってのは、これでこのままで結構だと思いますが、ちょっとだけ意見を言わせていただきますと、政治的損害は確かに重なってるんですけど、生活費の増加のところは全く同じなのかどうかちょっとよく分かんないところもありますけど、先生がおっしゃるように、この滞在者については自主的避難対象区域にいる方については精神的損害の方が中心だとすると、そのように考えていいのではないかと思いました。すみません。今大塚委員が言われた生活費の分が重なっているというのはちょっと期間の問題というのとは違って、仮に、周期までの、生活費と精神的損害を一括した慰謝料というものを賠償したときに、中間指針の下でも慰謝料の中には生活費がある程度入ってるし、それから今回の自主的避難等に対象者に対しての賠償の中にも精神的損害と生活費が入ってるので、その生活費の部分が少し重複するから、そこでこの重複については、金額として若干調整する必要があるんではないかという前回ご意見もあったと思います。でこれはこれでまた後でもう一回具体的に損害賠償額を考える際にご検討いただきたいと思っておりますけれども、今このブラケットの中のその括弧部分というのはその生活費が重複するっていうのではなくて、初期の時期の賠償っていうのは中間指針の賠償と、それから今回問題にしている自主的避難等対象者に対する賠償と、性質が似てるんではないかということから重複部分はがあるので、これは除いたらどうだろうかという考え方です。よろしいですか。はい、どうぞ考え。私の理解が正しいかどうかわかりませんけれども、この避難指示区域の方たちは当初は確かに情報としてはみんな共通によくわからなかったけど、避難指示の方たちはそれによって避難をさせられてますね、当初は。でこの指針で2番目の一定時期過ぎた後はその継戦領の被爆ということで今回自主的避難を認めてるんで、私はこれでいいんじゃないかというふうに思います。はい、おそらく私と大体同じような考え方だと思います、その点に関して。それではこの点につきましてもこの括弧で初期部分はの時期部分は除くという考え方でいくということで、
ご認めいただいたというふうに考えたいと思います。それでは次に、損害項目についてですが、でここではですね、損害項目、まあ、全体の考え方については先ほどの説明をいたしましたが、具体的にお決めいただかなくてはいけない点は、一つはその本指針でもって対象とする期間でございます。いろんなところでブラケットで、平成23年12月末までというような書き方がされておりますが、まあ、そういう意味でその、いつまでを対象としてこの指針が扱うかという問題でございます。それからでもう一つは、具体的に賠償の目安となる金額でございます。でこれなかなか複雑でございます。で、まあ、期間と金額を議論する前に、まあ、損害項目のこの記述の仕方、あるいは備考の部分の算定の考え方そのものについて、考え方として適当かどうかについてご議論をいただければと思いますが、具体的な期間、金額に入る前に、ここに書いてある考え方について、まずご議論ください。この5ページの指針の1のところのローマ数字の1のところは、まあ、前回もお出ししたものと同じで、まあ、草間委員から若干1ポツ、2ポツ、3ポツの順番についてご意見がありましたが、まあ、その後、まあ、これでもよろしいというご意見だったので変えてございません。ここはじゃあよろしいですか。それからローマ数字の2のところも、これも前回と変わっておりません。こういったいろんないくつかの項目を、まあ、合算した金額とするということで、どうかということでございます。まあ、若干ご異論もございましたが、前回一応、まあ、こういう方向でもいいのではないかという少し緩い合意かもしれませんけども。で問題はローマ数字の3のところになります。でまあ、先ほど言いましたように、この平成23年12月末までという周期で考えるということでいいのかどうか、まあ、前回は、9月、それから、まあ、12月、それから3月までと、3つほど、まあ、考え方が示されたと思いますけれども、まあ、改めて今日これはお決めいただきたいと思いますので、ご意見があればお願いしたいと思います。はい、高橋。私は3月節を取っていた、ですね、まあ、実際上は1年ですが、事故後1年ということであれば、父でした、育児として、3月というのもあるし、まあ、実際上そんなに変わり状況にですね、大きな変化があるとは考えられませんので、今はもうこうやってもう3月までお支払いすると、まあ、はっきり書いた方がいいんじゃないかというふうに思いますが、まあ、いろいろと、12月までということでご意見多数のようですので、まあ、そこは私私見にこだわりません。でそういう意味では12月末ということであれば、1月以降についてはきちんと、まあ、状況に応じてお支払いすると、ある時期にですね、しっかり、まあ、そこをはっきり明記していただければ、冒頭にですね、まあ、多分どっかに明記してあると思うんですが、はい、まあ、そこのところもっと前にしっかり出していただければ、うん、とか時期が最初に出てくるところですね、はい、にはっきり書いていただければそれで結構だったろうと思います。以上です。今高橋委員が言われたのはこれもまだ今ブランケットになってますが、7ページか8ページか8ページですかね、その部分ですね。他の委員はいかがでしょうか。まあ、これいろんな考え方ができると思いますけれども、まあ、後でご提示する金額とのまあ関係もあるかもしれませんが、まあ、仮に12月であれば、
12月までの金額としていくらかっていう、まあ、提案をここですることになります。それからまあ3月であれば、まあ、3月までの金額でいくらかというあのことになりで、まあ、これまでの議論でもって、まあ、月ごとにいくらという計算をするわけではないので全体でいくらという金額を提示することになりますので、まあ、12月の場合と3月の場合とで、まあ、若干金額を変えなくてはいけないのかもしれないという問題が出てくるというのが一つ。それから今高橋委員が言われたことが重要だと思いますけれども、仮に12月というふうに切った場合でもこれはあくまでそこまでの賠償を今回は追放の中で示すというだけで、それ以後の賠償についてはむしろ同じような状況が続くのであれば同じような賠償の対象になるという、まあ、願意のもと でそのことはまあ明記した方がいいというのは高橋委員のご意見だったわけですが、そういうことで12月以降については、まあ、これをいつまた次のこの審査会で議論するかはその時期についてはちょっといろいろ検討しなくてはいけないと思いますけど、まあ、そういう考え方をするということですかね。はい、お疲れ。私も高橋と同じ意見ですが、まあ、3月まででも私もいいかなと思っているところもあるんですけども、前回もちょっと示して事務局から示していただいた最高裁の判決によると、まあ、口頭弁論終結日までというのが、まあ、一応最高裁の判例ですので、まあ、12月末が大体それに近いと思いますので、まあ、一応そういう考え方をして、ただそれ以後についても必要に応じてって書いてありますけど、まあ、ぜひ検討するということをはっきり書いていただけるといいと思います。他の柳川委員長。私前回の時には今の状況がそんなに大きく変わらないのであれば比較的長い目にとっておけばいいんではないかということをご意見申し上げて、具体的な時期についてお話ししませんでしたということで、先ほどお二人の委員の、考え方とそんなに大きく変わるわけではありませんので12月末ということであれば再度検討することあるということで了解したいと思います。はい、はい、よろしいですか。私は少し違った意見を持ってまして、この放射線被曝の今の現況というのは急に変わることはありませんので、もう周期もどこまでいくかというところはあります。それで天然飲料被曝に対するこの不安とかっていうのは人によって非常に千差万別でいろいろ違います。です、ただその国としては一応基準を出しているわけですから、そのことを無視しそのことをまあ踏まえるといつまでもこれがずっとどこまでもその低線量の被曝の不安が続く限り賠償の対象にするというのは必ずしも住民にとっても私は本当に金額だけでその不安解消されるかっていう観点から見ると必ずしも同意できないところがあります。ですからそれはそれとしてもっと別の対策を立てるべきだろうというふうに私は思いますので、とりあえずここ12月末ということで私は一回切ってよろしいんじゃないかと思います。はい、まあ田中委員は、まあ、少し根拠は違うかもしれませんけども、まあ、12月末までの賠償ということであれば、まあ、とりあえずといいますか構わないと。私も12月末でよろしいと思うんですね。一応今までの状況を踏まえて指針を出すということなので、まあ、事実上あまり変わらないかもしれないんですけれども、まあ先ほど大塚委員から口頭弁論終結しという話がありましたけれども、まあ、現在の段階で判断をするということで、まあ、これから先のところはちょっと、将来なお検討するという余地を残しておくということが重要じゃないかなというふうに思います。原案通りで結構です。はい、これは別に原案というわけではございません。まあ、議論していただくということで、皆さん少しずつ微妙にニュアンスは違いますけれども、まあ、どうも12月末という結論については合意が得られそうだということですので、まあ、12月末までの損害としていくらをということを決めたいというふうに思います。で、まあ、問題はその12月末まで、
に区切るっていうところの、まあ、理由付けのところはいろいろ違いますが、これは、まあ、もちろんさらに議論して、もよろしいんですけども、まあ、対立点がむしろ明確になるだけかもしれませんので、この点についてはあまり踏み込みませんけれども、最低限決めと、これもご議論で決めていただかなくてはいけないのは、先ほどの8ページの、ブラケットのところの、なおのところですね。これもちょっと連動いたしますので、8ページじゃない、ごめんなさい。あ、いいですね。8ページの3行目のところにありますが、平成24年1月以降の分に関しては今後必要に応じて検討することとするという文でございます。で、これもおそらく田中委員のご意見と高橋あるいは大塚委員のご意見と少し違うんだと思いますけれども、で、私がまあ一番ちょっと踏み込んでいってしまいましたが、状況が変わらないんであれば1月以降も、賠償の対象になるというのがおそらく一番強い表現かと思いますけれども、まあ、今のところ田中委員はそこまでいくのは少し異論があるということだったと思います。で、ここに書いてある表現ぐらいであれば構わないでしょうか。それではこのブラケットの部分も、なお24年1月以降の分に関しては、今後必要に応じて検討することとする、まあ、ちょっとその必要に応じてっていう部分が少し曖昧ですけれども、まあ、私としてはの理解としては、まあ、状況が変わらなければ少なくとも検討はすると。で、その結論はまたいろんなご意見があるかもしれませんけれども、で、その検討をいつするかということについて、まあ、それが来年の3月になるのか、あるいはもうちょっと先になるのか、あるいはもっと手前になるのか、まあ、そこはいつ議論するかということは多少、なんて言うか、裁量というと変ですけども、まあ、必要性に応じて判断しようと、まあ、そういう意味としてここを理解したいというふうに思いますが、何か他に、はい、はい、どうぞ。中身ではなくて、その表現なんですけれども、はい、前のページからその平成23年12月末までの分っていう表現になってるんですよね、はい、これがちょっとずっと気になってるんですけれども、はい、ここは、までの期間、これはその分を対象期間として算定するということなんですけれども、はい、ちょっとなんか分っていう表現が洗練されてない、なんか月単位で計算するようなね、そういう意味ですか。そんなようなニュアンスがちょっと、まあ、前のところはいいのかもしれないですけど、今ブラケットで囲まれているところについては、うん、なお平成24年1月以降に関してはということでもいいのかなというふうにちょっと思ってまして、まあ、これはあまりこだわりませんけれども。わかりました。これは文という言葉を別に使う必要は必ずしもないので、まあ、7ページから続いているわけですよね。12月末までの分というのといえばセットになってますからね、ということでしょ。本件事故発生から平成23年12月末までの、いろんなところでも分というのが出てくるのかな。わかりました。ちょっとこれたくさん分という言葉が出てくるかもしれないの、ここだけではなくて全体を見なくてはいけないかもしれません。ちょっとこれは軸の問題として、検討させていただければと思います。よろしいですか。それでは、はい、ありがとうございます。田中委員もですね、別に12月終われば全てが必要なくなるというご意見ではなくて、多分除染とか、いわゆる自然保護のですね、まあ低減の分であるとかいうことで、まあ簡単に変わってくる可能性があるんじゃないかと、まあ、こういうことをおっしゃりたかったと思う、はい、私は受け取りまして、まあ、そういう意味ではなお賠償すべき部分があるんだと、残るんだということについてはご否定なさってないと思うので、まあ、ただこの文章だと何か非常にこう12月で切ってしまうっていう表現になりかかれない部分があるので、まあ、そういう意味では必要に応じて賠償の範囲について検討すると、
ということで、まあ、あの範囲はどうするかは別にしてちゃんと賠償すべきものは賠償しますということを、うん、ニュアンスとして出した方がいいのかなというふうに私は思いました、うん、まあ、具体的なことなんですけど、はいはい、いかがですか。あの必要に応じてということですし、あの、まあ、どういう状況になるか分かりませんのでそれはそれで結構だと思います。表現としては表現としてはっていうのは仮に賠償範囲について必要に応じてというそこも入ってもいいのかな。必要に応じてってのない方がいい。いやいや、賠償範囲についてっていう言葉が入ればいいということで必要に応じてが入ってればよろしいですか。他の委員はそうですか。じゃあそういう軸を入れさせてもらうことにいたしましょう。はい、どうもありがとうございました。それでは期間については、以上のように決めたいと思います。そこで次にいよいよ金額ということですが、で、まあ、前回のご議論をもう一回思い出していただきますと、まあ、自主的避難を、した方々で、まあ、全期間賠償の対象になるというのは、まあ、子ども妊婦の場合でございますが、で、まあ、妊婦の場合と子どもで分ける必要は必ずしも、まあ、ないといいますか、また分けるのは非常に複雑になりますけれども、まあ、同伴者についてどう考えるかということで議論があり、で、まあ、同伴者が必要な場合、子どもについては特に必ず必要であろうし、そういう時に同伴者の損害というのはどう考えるのかと、でこれを別立てで同伴者1人分の損害というふうに計算するのは必ずしも適当でないというご意見が多かったと思います。でむしろ同伴者が必要なことを考慮して避難される方についての、あるいは子ども妊婦についての賠償額を決めればよろしいというご意見だったと思います。で、まあ、そういう要素も考慮し、そして、まあ、最終的には滞在者とそれから避難者と滞在者と同額にするというようなもう一つの基本的な考え方も前回合意をされました。ということで、まあ、具体的にどんなぐらいの賠償額がよろしいでしょうかと、で、まあ、裁判例なども参考にしながら、まあ、いろんな要素を考慮して決めるということになりますけれども、まずこの子ども妊婦については12月末までの全期間、まあ、しかし全期間についての賠償ということですね。で、何かご意見があれば伺いたいと思いますけれども。はい、はい、どうぞ。あの8ページの4のところに、あの今、野見先生がおっしゃったような、その同伴者とか保護者分も含めた生活費の増加費用等についてって書いてあるんですけれども、はい、でこれはあの、考え方としては、自主的避難者と、滞在者と両方の方々両方に共通するっていう書き方になってるんですが、はいはい、あのそのような理解でよろしいでしょうかっていうのがまず第一ですけれども、はい、でその上でそのちょっと若干気になるのがその4ページの備考1のところで、あの損害を個々人に対してなされるっていうふうに書いてあるんですけど、はい、あのこれとの関係もちょっと気になるところですが、あの、まあ、そこはあまり気にせずに、まあ、加算するっていうふうに考えれば良いという趣旨だと考えればよろしいんでしょうか。まああの、まあ、加算するといってもその要素として考慮して金額を決めるということで、この分はその同伴者分がいくらだということまであの具体的に示すわけではまずあのないということが、まあ、一つの前提です。でその上で、避難された方とそれから滞在者とでもってその同伴者分というのはあの同じように考えていいのかと共通問題なのかというのがお使いの今あのご質問ですね。で、まあ、結論としてはそこは差を設けないで考えたらどうかというふうに思います。で、まあ、理屈の部分が若干難しいかもしれませんけれども、まああのまあ、本来この政策は一切考慮しないで賠償については淡々と賠償の問題として考えたいところではありますけれども、まあ、今のところもし残った滞在者に関して言いますと、あの同伴者分が、増額要素として考慮されるというのは多少の理屈としてはなかなか説明しにくいところなんですね。で、まあ、しかし
これは単に一つの要素として考慮するということで、他のいろんな要素とも一緒にして考えた場合には、差を設けないような方向で、なんとか決めることができるんではないかということで、結論としては差がないようにするというのはどうだろうかということです。で、個人に対する賠償との関係というのも、これもなかなかね、損害賠償といいますか、不法行為の問題としては難しいところですけれども、これあるいは前回少し触れましたが、その避難の対象者とされる子ども、妊婦、それから滞在者についても子ども、妊婦、それぞれの個人についての損害の賠償をするということですけれども、いろいろかかる、その人たちにかかる経費というものは、その対象者、に、いわば派生する損害であるということで、子ども妊婦の損害の中に含めて考えたらどうかということです。よろしいでしょうか。で、じゃあそういうことを考慮していくらぐらいがいいのかということでございます。で、これ理論的にはあまり関連がないんですけど、避難指示によって避難されている方々の場合には、初期6ヶ月分が10万円でしたっけ、それでその後5万円ということで、その場合には12月までの、金額というのはそういう基準のもとで決まりますが、先ほど賠償の理由が少し違うんだから違うって話を したのでちょっと矛盾しているかもしれませんけども、一方でそういう金額も睨みながら、自主避難滞在者についての損害額っていうのもある程度、考えなくてはいけないということもあるかもしれません。何かこう賠償額についての考え方っていうのがあれば、でこれは月ごとにいくらっていう計算をするわけではないので、なんかその点をこう根拠にしていろいろ議論するのもなかなか難しいところがあるんですけども、私もこの金額でどうだっていう案を示すっていうわけではなくて、一つの考え方として、一つといいますか、このぐらいの金額っていうのがあるかっていういくつかの選択肢をただ客観的に申し上げますと、12月末までだっていう前提で考えた時の子ども妊婦の損害賠償額 全額として、低い方で言えば全部で20万ぐらい、それから大きい方で言うと50万ぐらいというのがあり得るのかなという感じはいたします。もちろんそれ以上の額ってことも当然考えられます。で、そういう中、もし一つの手がかりということであれば、そんな金額を参考にしてお決めいただくというのはどうでしょうかということです。何かご意見があれば。国内退避のこの10万円ってのはどんな感じで決まってた額だったんでしょうか。この1ページ、避難勧奨区域、国内退避について国内退避について4月22日の緊急時避難準備区域の設定で解除されてますので、したがってその4月22日までの、期間としてですね、中間審ではその10万円の、賠償の目安額というのが示されてございます。40日間、約40日、ちょっと1ヶ月ちょっとね、いろんな考え方がありますけど、ちょっと1月を目安にしないとは言いながら、考えやすいので、ちょっと例申し上げますと、仮に例えば1月10万円ぐらいのもので10ヶ月分で100万というのが一方でありえますよね。それから、先ほどの避難された方については最初の6ヶ月は
まあ、10万円だとしても5万円に減額されているので、こちらはその一家に5万円ぐらいを一月5万円ということで10ヶ月分50万というのも考えられる。それから、まあ、当初この審査会でもっていろいろご議論ありましたけれども、まあ、自主的避難についてのその、まあ、合理性といいますか、まあ、それについて多少割合的に考えた方がいいというご意見もあったので、まあ、そういうのを考えますと、さらにいろいろ割合的に減額し、先ほどと、まあ、20万というのはちょっと低いと思いますけど、20万ぐらいという金額も、まあ、考えられないではないと。まあ、そんなところがいろんな金額でございます。まあ、なかなかこう決めにくいし、いろいろ状況も流動的でもあり、まあ、この場でもって金額についてそんなに根拠が、明確に詰められるわけでもないので、もし皆様の方からご意見が出なければ、まあ、それなりに皆様の忖度してというと僭越かもしれませんけども、皆様のそのここら辺であったら、そう、まあ、消極的な人も積極的な人も、まあ、合意できそうな額と、いうので、まあ、私が一つ提案させていただくということも考えられます。はい。額についてはなかなか申し上げにくいのですが、はい、あの状況については私が考えていることだけちょっと申し上げたいと思いますけれども、はい、あのまずその滞在者の方については、あの今まで議論があったように、その精神的損害として非常に不安が大きいというのがあると思いますし、あの生活費の増加としては、例えば外貨カウンターを買うとか家庭菜園ができなくなるとか、あの自主的に、まあ、土壌に関して残念的な対応するとか、まあ、マスクを買うとか、まあ、いろんなことが考えられると思いますけど、まあ、そういうような事情がおそらく出てくるかなと思います。で、あの私はまあ割合的ということは前から申し上げているんですけども、ただあの今その8ページの4に書いてあるように同伴者とを含めるっていうことが今回あるので、うん、あのそこはまあ割合的に考えたとしても、あのそれなりの額を支払いするってことはあり得るんじゃないかなというふうに今あの思っています。それからあの自主的避難者に関してはおそらくあの実際にはあの滞在者の方よりもお金はかかるとは思うので、まあそれを、まあ、とにかく今回揃えるって話ですので、まあ、そこをなんとか揃えるかっていうことかとは思います。で、あのもう一つその、まあ、もう一つの方の重複の場合の話もありますけど、まあ、ちょっとそれはまた後でお話しますので、あの考え方として私が思っているところだけちょっと申し上げました。はい、はい、どうぞ。たあの金額が何がどの程度が適当かっていうのはなかなか申し上げにくいんですが、一応あの今避難指示を受けている方たちは9月以降はこの指針では5万円ですね。で、仮にもし50万円ということであると、これ10ヶ月分ですから、それと同じ額になるんですよね。ちょっとやっぱりそこは避難されている方とのバランス上、いかがなものかなということがありますので、まあ、そこを少し考慮して決めていただきたいなということがあります。あのそういうご意見が今までにも何度か表明されておりました。まあ、したがって、まあ、先ほど言いましたけども、まあ、ここで全員の方がそのぐらいの金額であれば合意できる金額っていうのが、まあ、あのまあ私の感じでは、まあ、30万か、あるいは同伴者っていうのを考慮してもう少しというところですかね。あの田中委員がおっしゃったように5万円というのは一つの考え方だと思いますが、はい、ただ、まあ、あの今たちおっしゃったように同伴者の方のこともありますので、まあ、そこはやはり 1.5 人ぐらいのことはですね考えて、差し上げるのがいいのかなと思っておりまして、うん、まあ、多少、50万円に近い方にですね、あの行ってもいいのかなというふうに思っています。うん、あの50万円しろということで、はい、
際に避難をされた方とそれから滞在者との間を一定にするというところがなかなか難しい線引きになってきてはいるんですが、避難をされた方の立場から言うとやっぱり生活費のコストはそれなりに自主避難された方に同程度はあるんじゃないかっていう、当然そういう必要がありますし、もう一つはじゃあ残られた方の精神的損害っていうのをどれぐらい見るかってね、これ非常に難しいところなんです。私はもう基本的にはやっぱりだけど、来話があるように、まあ、5万円という線があればそれにかなり近い部分というのが合理的なのかなというふうに思います。他に何かご意見、お使いにどうぞ。私も50万円に近いところでいいと思ってるんですけども、そのさっきちょっと申し上げたのは要するにその割当的賠償ということにはなると思いますけども、同伴者とか保護者分というのは避難指示を受けた方についてはなかったがことなので、避難指示を受けた方は一人一人について賠償したということですので、今回同伴者とか保護者分を含めるのであれば、50万に近いような額であっても説明は十分に可能であると思います。はい。今皆様のご意見を伺いますと、例えばこういうのはどうかというふうに思いますが、田中委員のご意見も踏まえて40万という金額はいかがでしょうか。実際にかかってる実費を負担してください。実費を賠償してください。40万で引っ越しできない。どうですか。私たちは指針を作ってるのであって、皆さん、皆様のちょっとご静粛にお願いいたします。当事者の声聞かないんだったら、それ聞いてますよ。我々聞いたでしょう。これを聞いてください。一旦交渉してから決めましょうよ。金額東電の社員にどれだけもらってると思うんだ。それは関係ないよ。ちょっと静かにしてください。会議の進行が妨げられますので、声を上げるのはやめてください。会議を中断せざるを得なくなります。指針を決定できません。ご静粛にお願いします。今静かにしてください。ちょっと声を上げた方は、退場を、お願いすることもございますが、声を上げられ続けられている方は挙手ございますが、会場から出ていただいて、静かになってから再開をすることになります。それでは議事を続けたいと思いますけれども、これは先ほどから議論になっておりますように、12月末までということでの賠償額ということで、皆様が合意できる金額というのが40万くらいであろうということでよろしいでしょうか。で、これは会場の方にはまた申し上げますけれども、今日の指針何度も繰り返しておりますように、それから2ページ目にもございますけれども、中間指針というのはあくまでこれ共通の類型的に皆さんに共通して賠償を認めていいであろうというものを類型的に認めるものでありまして、でここにおいて、これだけかかったものが個人的にはあるんだと、でそれについての相当性というのは説明できるときに、そういうものが賠償の対象になるということはこの指針は一切否定しておりませんので、そういう意味でもって、個別の賠償の額というのが個々人によって変わるということはあり得るんだという前提のもとで
お考えいただければと思います。以上が、そうしますと子ども妊婦についてのこれは、避難それから滞在者両方についての、賠償の基準額ということになるということでございます。でその他の、方についてはこれは、これも今までの議論の中で、初期分としていつまでという期間は明確ではないにしても初期分の賠償ということでいくらぐらいにするかという、ご議論も次にしていただくということになります。でこれも、なかなか金額何が具体的に適当なのかということは言いにくいわけですけれども、一つの考え方の目安になるのは、屋内退避をされた方、この場には避難を必ずしもされたというわけではないわけですが、屋内退避された方の場合には4月、少しプラスアルファがありますが、それで10万円という金額であって、それと完全に連動するものではございませんけれども、金額としていくらぐらいのものが適当かという判断をするということになるかと思います。もし何かご意見があれば。でご意見がなければ、ここも、いろんな金額が考えられるところで、低いところではもちろん3万円とか低い額も考えられますが、もう少し、屋内退避の額に近づけるとなると、10万円に近い金額というのが考えられるところでございます。でこれも田中委員が、あるいは他の委員も指摘されたように、完全に屋内退避の場合の金額と同じでいいかというと疑問を感じるというご意見もありましたので、そういうことを考慮すると、仮に10万に近いところで、8万とか、でここでのいずれにせよ基本的な考え方っていうのは、繰り返しになりますけれども、子ども妊婦については低放射線量に対する不安というものを中心にして考えると、それからそれ以外の方については、この初期分の情報が十分でなかった段階での、そういう意味での避難等についての賠償ということで、屋内退避の場合の賠償と、ある程度はそちらを睨みながら、金額を決めるという考え方が捉えているということです。あるいは基本的な考え方自体について何かご意見がある。金額ではなくて。基本的に屋内退避を最初しながら、申し訳ないんですが、多少やっぱりそれよりも低い額というのはちょっと、申し訳ないんですが、やむを得ないのではないかというふうに思います。なかなか難しい、皆さんの判断難しいと思うのはやっぱりこの避難された方とそれから残られた方との賠償額を同じにするというところから出発して、それも議論をいろいろした結果、同じにしようというご意見だったので、ある意味でそこにこう縛られているところもあるわけですが、そういうことになると、屋内退避とのバランスっていうのはやむを得ないのかなという気がいたします。それではこちらは 8万円という金額でよろしいですか。静粛に願います。
それではまあこれについてまたあの後で補足のご意見等があれば、伺うとして、期間とそれからまあ金額についての基本的な考え方は、以上述べた通りでございます。であと少しやっぱりご意見を伺っておきたいのは、まあ、先ほどから問題にしております重複賠償という問題で、あるいは期間、この周期までの一定期間においてすでに中間指針で賠償を得られている方で、しかしまあ全ての期間にわたって賠償が得られているわけではないので、残りの期間についてどうするかという問題と、それから避難等、避難区域等から避難されてきて自主避難等対象区域内に、おいて生活をされている人たちに対する、まあ、重複的な賠償についてどういう考え方をするかということで、これが6ページ目、6ページのところでございます。で、6ページのこのローマ数字の4のところで、丸1のところはあの今周期までの一部期間についてしか中間指針では賠償を得られてないという人についての賠償ですが、まあこれもいろんな考え方があるのかもしれませんが、賠償されている期間の残りの期間というのを、周期までの事故から周期までをいわば全体の期間と考えて、賠償されてない期間というものを、まあ計算して割合的に決めてしまうというのが一番あのまあおそらく一つの分かりやすい考え方だろうと思います。で特にこの期間というのがですね、当初は賠償をこの国内退避の方が特にそうですが、ずっとそこに留まってたという方を考えますと、当初は国内退避ということで賠償を受けていて、その後国内退避の賠償というのは切れた後、やはりこの30キロ圏内の以内のところに滞在されていて、でこれはその賠償の対象にならないというのについて、今回の追放でもって賠償の対象になると。でこれはまあ期間が一応計算はできますので、期間に応じた割合的というのが、まあ、繰り返しになりますけども一つの考え方と思われます。あるいは全期間を先ほどお決めいただいた金額っていうのがあるので、その全期間から当初の金額を引くというのもまあ言えますけども、ただそういう考え方をすると、先ほどちょっとその途中から賠償の対象になって、前の方でもって賠償対象ってなってないっていうのは、そういうカテゴリーもあってちょっと複雑なので、まあ、期間に賠償の対象となってない期間に応じて割合的に決めるっていうのが一番分かりやすいかなという感じがいたします。よろしいですか。でそうしますと今度6ページの4のローマ数字の4の丸2の部分ですが、でこれはまあ重複して賠償の対象になるという方でございます。でこれも、前の方のページで、初期部分については初期の賠償というのは今回の追放による賠償で初期部分として賠償するのと対象がほぼ重なるので、初期の期間についてはまあ除いた上で、でまあ生活費部分が自主的避難等対象者に対する賠償、まあこれも問題なのはあの避難された方そのものではなくて、むしろ滞在者ということになるわけですが、滞在されている方の、まあ、賠償として今回の追放による賠償の中にも生活費分というのがあり、それから、避難され続けている方の場合には中間指針での賠償の中にも生活費部分があるので、まあ、それも考慮し、それからその初期の時期の部分についてこれも控除されるということにしたとき、いくらぐらいが適当なのかというのが、まあ、ここでの丸2の問題です。これもなかなかあの、まあ、人によっていろいろ差がありますので、
簡単には決められないところがありますけれども、それから追放による賠償自体が、低放射線量に対する不安の部分と生活費の増加部分というのは必ずしも厳密に分けているわけではないので、これはまあ人によって違ってくるので厳密に分けられないという前提のもとで考えてますので、まあ、減額するにしてもどのぐらい減額されるのかというのが、まあ、なかなか決め方が難しいところでございます。まあ、先ほど40万というのを基準にしたときにどういうふうに考えたらいいかということですね。具体的な金額はともかくとして、何か考え方についてご意見があればお願いしたいと思いますけど。これ実際に問題なのはさっきも言いました滞在している方についてということです。で、滞在しているけども他方で中間指針でも賠償がやられる。まあ、さらにこれはまた理論的には違うのであまり申し上げない方がいいのかもしれませんが、仮に東電が減額しないということになると、5万円ではなくて10万円の賠償が得られる方ということになります。まあ、もしはい、あどうぞ、はい、まあ、もともと私はそんなに精神的な慰謝料について包摂されるのではないかというご意見を持っていたわけですが、まあ、やはりかなり性質が違うのであれば、まあ、それについてお支払いするという話を申し上げていたので、うん、あまり多くのですね、その精神的な損害についてお話しするというのは、まあ、過去の制度とのバランスとかいろいろあると思いますので、まあ、それなりの、はい、額ということで数万円程度のものをですね、年間月に払いするというのが、まあ、妥当な線なんではないのかなというふうに、まあ、思っております。まあ、その数万円はいくらかというのは、はいはい、まあ、ちょっと、いろいろな先生方にですね、お任せしたいと思いますが、まあ、そういう感じを持っています。はい、でこの点につきましては今日の中島委員のご意見、それから蒲田委員の意見が前回、消極的なご意見があったところでございます。で、まあ、そういうことを考慮したときに、私もその決め手があるわけではございませんけれども、さっきの向上要素というのを考えると、先ほど決めた額の、まあ、一つの考えとしては 50% というのはどうかと、あるいはこれで多いというふうにお考えの方もおられるかもしれませんけど、なかなかこれも決め手がないところですので。お疲れ。それで結構だと思いますけども、精神的損害とするか生活費の増加と、まあ、両方あると思いますので、まあ、生活増加については、まあ、ちょっと、申し訳ないですが、その避難等指示の方でもカウントされているというふうに考えれば、今会長がおっしゃったようなことになるんじゃないかと思います。よろしいでしょうか。そしたらこの ② の部分については12月までとして、1人40万に対する 10% ということで、金額を20万円に決めたいというふうに思います。で、これ非常に全体が複雑にできていてですね、でおそらくちょっと予想しないような問題が出てくる可能性もあり、またここで議論した中でまだ具体的に金額がそれでは算出できないっていう問題も出てくる可能性があるんですが、基本的な考え方については今皆さんの大体結論の部分については同意ができたということで、今の考え方をもとにして指針の追放を作るということにしたいと思います。で、ただこれも
あ、ごめんなさい、ちょっと僕中島委員のも他のご意見伺うの忘れた。それもちょっと今ある程度もう合意してしまった後ですけども、あの中島委員のですね、他のご意見でございますが、2つ目はですね、あの、避難者と滞在者を同額にすべきだということでございますので、もともと合意ができたところなので、省略させていただきますと、3番目もですね、あの死の内容というよりは、この死の追放で償いきれない特別損害の賠償について、稼働を始めた ADR 機関に申し立てをしてもらい、ADR 手続き内で個別に特別事情を証明して支払いを進めることが現実的であると考えると、そのためには ADR の手続きにおいて追放を上回る賠償額を支払いすることは指針及び追放に反するものではないことを審査会において確認しておくことが有効であると考える。以上でございます。はい、この点は先ほど私が申し上げたように、またこの追放の中でも2ページ目のところに書いてありますように、基本的な考え方のところに書いてありますように、まあ、ADR のことは書いてありませんけれども、個別的な損害でもって、相当性が証明できるものは賠償の対象にはなるんだという前提で考えておりますので、まあ、ADR 等でそれが利用される、そういう考え方が利用されるということを、まあ、確認しておきたいというふうに思います。まあ、そういうことで一応今日基本的な考え方とそれから、まあ、重要な部分についての、合意ができたので、これを追放としてさらに公表しなくてはいけないわけですが、若干先ほどの村委員の意見、それから、もう少し、具体的な金額について、先ほど合意した金額はいじりませんけれども、はっきり出てない部分についての考え方をもうちょっと明らかにするという作業がありますので、公表につきましてはこれはちょっと、まあ、時間がかかるといってもそんなかかるわけではありませんけれども、事務局の作業が少し必要になります。この点についてちょっと事務局の方で説明してください。はい、指針の本体でございますが、本日の議論を踏まえてですね、必要な修正を行って、能見先生の、確認を経た上でですね、数日中にはですね、まあ、どんなに遅くても、金曜日までにはですね、文科省のホームページで公表するようにしたいと思います。一方概要版についてはおそらく作成できると思いますので、それについては、本日中に、文科省のホームページでですね、公表を、したいと、思います。以上です。はい、ありがとうございました。皆さんにはどうもありがとうございました。で、今日の本日の審査会はこれで、終了することにいたします。あ、どうぞ、ごめんなさい。ちょっと本質的な話ではなくて申し訳ないんですけど、理論的な話だけで恐縮ですが、4ページのさっき の8行目のところで、その本件事故発生当初の時期を除くっていうところですが、ちょっとお返ししておきたいんですが、会長がそのさっきおっしゃった話だと、その、損害の性質が似てるのでっていう話だったんですけど、はい、そういう説明なのか、もう一つ別の説明は、その停戦料被爆との関係では、ある程度継続した場合に賠償を認めるべきだからっていうのは、そういうお考えっていうことではないでしょうか。ちょっと性質が完全に重なるとか似てるっていうのは、ちょっと似てるのかどうかだんだんよく分からなくなってきてるもんですから、実質的避難の場合、ただそうそう、話も似てるとも思えないような気がしてるんですが、初期の賠償は一体何なのかっていうのがあまり明確じゃないところがあるために今のような問題が生じてるんだと思いますが、でこれはいろんな方々のご意見でも、その初期の部分と後の部分っていうのは損害の性質としても分けにくいっていうご意見もあったことはあったと思うんですね。まあ、しかしあえて言えば、まあ、初期の頃は今お使いに言われたように、情報のないの中でもって混乱した生活をせざるを得なかったと、それから後の方になると停戦料被爆の方が中心になってくると、まあなだらかなこう意向ですけどもあると思いますので、そういうふうに考えた時に、その初期の頃の混乱という賠償であれば、これは中間指針で賠償を受けている方はやっぱりそれはもう賠償を受けているので、そこで、改めてさらに追放でもってその部分賠償するとなると重複するんではないだろうかと。ですから大塚委員に言われたこととあんまり違わないと思います。はい、はい、
で、あの田中委員ご指示ください。それもう一回、はい、どうぞ。あの先ほどの議論でも少しあの申し上げたんですけれども、今回の賠償に関して少し私なりに頭を整理する意味であのあのメモを作りましたんで、あのちょっと読み上げさせていただきたいと思います。本審査会では自主的避難対象区域における自主避難者滞在者に対する放射線被曝への恐怖や不安に対する賠償を認めることになりました。この背景には事故当初において政府等による指示が適切に行われなかったことがありますが、より根源的なものとして子どもの放射線被曝に対する恐怖と不安を審査会が認めたということがあると認識しています。一方、放射線被曝の恐怖と不安は個人差も大きく、周期も特定できず、現在の福島県の放射能汚染状況を踏まえると今後も長期にわたってこのような状況が継続することは避けられないと思います。しかしこれを今後も賠償という形で対応することが不安や恐怖を克服する最も適切な方法であるとは私は考えていません。福島県民の放射線に対する不安やストレスは事故から日を重ねるにつれて深刻さを増しており、速やかに長期的な対策を講じることは極めて重要であります。このためには環境の放射線量を低減するための取り組みを促進するとともに、これに加えて、12年前の JCO 事故の後にも取られた定期的な健康診断、健康相談、さらには個々人の被曝線量のモニタリング、あるいはモニタリング結果を踏まえた放射線リスクコミュニケーション等の長期的継続的な対策が有効であろうと考えています。低線量被曝に対する対策は個人への賠償という形ではなく、多数の住民の不安や恐怖を軽減するための長期的な施策が優先的に講じられることを願うものです。ありがとう。はい、はい、それではこれで本日の審議会終了いたします。どうもありがとうございました。いやご議論いただけると僕の方もいいやというだけではいかないので、いろんな意見が出てきて、ちょっと待って。